ラスガセイ反感ラグマメです。カズミです。カズミ、普段はどこでお土産の買い物するんですか？日本に帰るとき、うん、あとまあ友達、例えば香港からお土産持って友達差し上げるときはどこ買ってるとか、うん、どんなの選ぶとか。あ、最初はね、なんかクッキーとかよく買ってたんだけど、うんうん、結構高いのよね。いや、で、うん、なんかブランディングできてるやっぱり高くなるの、うん、そう場合あって、だからね、最近はね、あの地元のスーパーに行って、うんうんうん、香港人が普段よく食べてるものとかを買って、うんうんうん、それを配るようにしてる。私もなんかそれ経験もあって、そう、うん、台湾戻る時も、うん、それはやっぱり、まあ、生活なんか使うとか食べれるの商品、うん、そんな高級じゃない、うん、なんか特にね、なんかパッケージみたいじゃなくて、うんうん、まあ、本当は新ユレブ開けてもいいかなと思ってるけど、うん、そう、すごく喜ばれるよね。そうそうそう、うん、例えば何の、まあ、おすすめとかね、うんうん、今日やっぱりちょっと、まあ、皆さん伝えたいの、なんかおすすめのお土産、なんか簡単手配ってもう、うん、値段もそんな高くないの、うん、おすすめしようかな。 OK、はい、じゃあ今日は地元のスーパーで手に入れられる約500円以内で入る香港のおすすめのお土産をご紹介します。ここはい、じゃあ一つ目、ソース、うん、なんか料理するとき使うのソースです。うんうん、なんていう名前だっけ、リージンギ、ちょっと忘れちゃった、リージンギかな、うん、そう、やっぱりあのソースのプロのメーカーさんですね、うん、多分全員香港人絶対してるのブランディング、ね、うんうん、そう、なんか醤油から、あとはオイスターソースとか、うん、あとエクソチョンとか、うん、あとやっぱり一回使うのソースだけね。そう、使い切りのソース、麻婆豆腐とかあるね。ある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 、うん、そこはいろいろ種類あって、うん、このなんか楽しみ、なんか入れてなんか楽しみ料理しようって感じで、うん、うちの母親はね、 XO ジャンを持って帰るとすっごい喜ぶなんか野菜炒めとかチャーハンにとかちょっと入れるだけで、うん、あっという間に本格中華になるんだって。はい、このスープとか雑貨とか絶対買えるから、うん、うん、じゃあ一つ目これおすすめね。はい、二つ目、リプトン紅茶。うんうんうん、わかります、リプトン、そのブランディングのいろいろなんか、うん、あの種類あって、そう、うん、なんか知ってるの、ね、6種類ぐらいあるみたいよ。そんなに、オリジナルミルクティーと、うん、香港式ミルクティーと、ウーロン茶、ウーロンミルクティー、あと、香港ミルクティーはない、あ、インヤンミルクティーね。うん、香港ミルクティーとユンヤン両方あると思う、うん、ある、ちょっと違う種類と思う、うんうん、あとジャスミンミルクティー、うん、もうある。ユンヤンのミルクティーわかる？ユンヤンミルクティーね、うん、香港にしかないみたいでね、私も香港に来て初めて知ったんだけど、うん、コーヒーとミルクティーミックスの感じで半分半分。そうです、そうです、うん、はいはいはい、じゃあさ、これさ、これじゃあ、お、それ何の種類？これはウーロンミルクティーです。たまたまあったの。いい、ね、でさ、一箱にこれが、はい、多分15本から20本ぐらいかな、入ってるから、うん、いろんな味を買ってお友達に配ったらいいかもね、うんうんうん、いいね、なんか混ざってなんか、そう、お楽しみ袋みたいな、ね、そうそうそう。3つ目、デマイチョ知ってる？当たり前じゃん。日本にもね、実はね、出前帳あるの。でもなぜか日本より香港の方が有名みたいだよね。そう、多分日本はいろいろインスタントヌードルあるじゃん。うん、いっぱいある。出前帳もそんな珍しくないでしょ。そう、あんまりね、出前帳より有名なものは確かにいっぱいある。うん、なんかここやっぱりすごく強い、なんか有名、特になんか朝ごはんから、うん、なんか香港人も朝食の、うん、出前帳食べるの習慣あって、おーおー、そう、なんか私もだんだんなんか毎月1回くらいちょっと朝、うん、なんかインスタントヌードル食べたいの気持ちあって。バメちゃんも立派な香港人だね。なんか慣れたかなって感じで。でもここはやっぱりあの日清商品の会社も香港の会社で作って、やっぱ工場もあるから。あ、そうなの、うん、だから出前帳いろいろ本当香港だけの、うんうん、
なんかあっちなんかフェーブとかあって、うんうんうん、やっぱり皆さんも楽しみでなんか新しいまた商品出てるの感じで、うん、なんか25種類から30種類ぐらいあるの、うん、多分ある。しかもなんか限定味が出てるって言ってなかった、うんうん、この前バーメンちゃん。ある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 、そう、もう楽しみた、なんか、うん、それ、まあ、自分も食べる、あとは買ってや友達差し上げる、でも、うん、多分喜ぶじゃない、もし、ね、そうだね、日本ではそんなにたくさんの味がないから、うん、香港で、まあ、いろんな味を買って帰って、うん、お友達に選んでもらうのも楽しいかもね。そう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 、うん、うん、それもおすすめです。うん、8つ目、のと飴。うん、なんとかあの京都の感じの京都人気とかか、でも京都はあんまり関係ない、うん、多分北京からじゃないかな、噂あって。あ、北京の金の字ね。そう、そう、でも京都やっぱりちょっとまあ印象の子、うん、京都、うん、日本関係あるけど実は日本関係ないと思いますけど、うん、そう、そののと飴はおすすめです。うん、こののど飴も6種類あって、オリジナル味と金柑味だったかな、とプラム味、リンゴ味、ね、うん、あとライチ味、あ、違う、間違えた、レモングラス味。結構昔より増えてるね。あとミント味もあります。本当、うん、そのブランディングはちっちゃいから、実はのど飴じゃなくて普通のなんか、まあ、薬じゃないね、なんか喉痛い時はあのなんか漢方みたいな、うん、あのもので、うん、それはお母さんよく例えばそのあの漢方みたいのなんかソース、そう、なんかゼリーみたいなやつですよね、こういうやつ、ゼリーでお湯プラス塩で、うん、それ混ざって喉いいで飲んでくださいよ、うんうんうん、そうそう、うん、あれ喉にすごくいいよね。うん、それ多分その後でのど飴になって、やっぱり多分皆さんなんかあのどこでもなんか、うん、食べやすくなったね。そうです、うんうん、私も大好きです。5つ目、クッキー。うん、ガーデンという名前 の、うん、あのお手のメーカーさん、うん、あのそのメーカーさん作ってるのパンとかクッキーとか、うん、いろいろなんかその食べ物あって、うん、そこも結構あの私好きのなんか指みたいのチョコレート味とストロベリー味のクッキーあって、うん、それすごくなんか子供からの味みたいですよって。日本でいうグリコみたいなものかな、うん、なんかちっちゃい時からずっと食べてて馴染みのある子供が大好きなお菓子メーカー屋さんみたいな感じ。そうそうそう、そのなんかそのメーカーさんのロゴはなんかそれひけおじさんみたいな、それ、うんうんうん、多分見た皆さんすごい分かってる、うんうん、この5つとてもおすすめなので、香港からどっか行く時、日本に帰ったり台湾行ったり、何かお友達にお土産が必要な時はぜひスーパーで見つけてください。はい、なんかスーパー以外あの薬屋さんでも出る、うん、あのあって、うん、じゃあ皆さんの おすすめのお土産とかお菓子とかありましたらぜひコメント欄にお願いします、うん、知りたいです、うん、いつも溜まってるから旅行行ける時はすぐ連れて行きます、うん、の用意しています。チャンネル登録、いいね、評価、よろしくお願いします。下次再见。See you next time.